ナックル星人バンデロの手によって遥か彼方の惑星に連れ去られてしまったルイ。俺と X の力だけじゃ次元を越えて救出に向かうことはできない。だがそこへ俺たちも知らないウルトラマンが降り立った。次回ウルトラマン X、 イージス光る時。はい、ウルトラマン X 第5話、監督の坂本です。第5話ですね、なんとあのウルトラマンゼロがゲストにやってきて、ウルトラマンゼロと X の共演が見どころになっております。そうですね、今度 X には、ゼロのアーマーがつきまして、ゼロアーマーがついた X という形になります。怪獣はですね、これも、僕が好きだった帰ってきたウルトラマンの怪獣のナックル星人とブラックキングというその極悪コンビが出てきます。でしかもナックル星人はですね、当時のナックル星人を再現するように一部分新造形なので、なんか懐かしい2人組が帰ってきたみたいな感じになっております。と今回の舞台はですね、またあの他の惑星に行くんですけれども、まあ、そのオリジナルの帰ってきたウルトラマンの時のシチュエーションをオマージュするがために、まあ、夕日の惑星という形で夕日をバックに戦う感じになっております。今回はですね、あのラボチームのルイにフォーカスを当てて、まあ、ルイがナックル星人に誘拐されてしまって、そのルイをどう取り返すかっていうのが、お話の中心になっているので、まあ、ルイの今までないところが出てくると思います。はい、ウルトラマン X 第5話、お楽しみください。